え皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川幸宏です。えー、それじゃあ、宇宮さん、早速今日のゲストを紹介してください。はい、本日は、全統合幕僚長で、元会長の河野克俊さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。し,します。そして、レギュラーコメンテーターで、数量政策学者の高橋洋一さんです。 よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日は河野さん、あのー、はい、お聞きしたいと思った話はですね、実はもう非常に基本的なことをお聞きしたいと思っているんです。はいはい、それは戦争ってのは一体何なのかとか、国家を守るとか、戦略とか、はい、まあそういう話の一番基礎の部分の話が、はいはいはい 実は日本ではなかなか私共通理解がないんじゃないかと実は思ってるんですよ。というのはほら戦争論なんてそもそも大学で行われてないでしょそれから戦略論なんていうもの,の講座も多分ないでしょ、はいでね、多分国際関係論の中のい一、はい一、うん、回か二回ぐらい戦略論みたいにやるかもしれないけど、まあないですよね。それ勉強しちゃいかんみたいな話になってでも現実世界は尖閣の問題があり、はい、台湾の問題があり、 なんか危機が迫ってるよねっていうことはみんな必死して感じてる、でもそういう問題をじゃあ、国家としてどうするのかっていう、その一番基礎の知識、はい。はいはい 共通理解が私はないと思ってるんです。はいですね、なので、そこのところを、ぜひ、その基礎の基礎からですね、まあ、河野さんに、あの、お聞きしていきたいな、はい、っていうことが今回の趣旨でございます。はいはい、で、まあ、一回で足りなければ、これ何度やってってもいいと思うんですよ。で、高橋さんそ、そういうことなんですけど、実は高橋さんにも、あの、お聞きしたいと思ってるのはね、同じようなことが、 日本の経済学の世界でも僕あるんじゃないかと思うんですよ。あの 戦争というのうではひどくないんですけどね。戦争犯ではひどくない。<laughs> 私もあの大学でね、戦争ってのはほとんどないって。<laughs> うん、私、だから、この国際関係論の中でアメリカに行ってから、うん、まああの結構勉強したのが随分多くてね、日本ではあんまりなかったですね。うんはい、で、経済学もそうでね、日本経済学っていうとね、うん、あのね、言葉からさ、ね、近代経済学ってまず言葉があるでしょ。うん、<laughs> それは近代経済学って言葉は海外ではないですよ。<い>普通の経済学。済学あとマルクス経済学って言葉は海外ではないですよ。<い> 歴史の一部門。えー、だからこんなものは歴史だって話で、うん、理論も何にもないです。うん、でもね、日本はあの、サアの人が多くてね、マルクス経済学っていうのは基本的に多いの。半分ぐらいですか、ね。そこの半分以上そうね。うん、だから、だから今最近、淘汰されていく、<laughs> あるんだけど、まああの結構テレビなんかでブイブイ言ってる人ってのはそっちの人ばっかりです。なんかいるいますよ。だからあのそういう意味でね、あの全然役に立たない歴史の話で空理論言ってるんで、ある意味でだから日本の経済はどうしてこんなにあのひどいのに経済発展したのかって不思議なくらいだったんですよ。だよね。だからその経済学の議論でもね、そうやって日本のこの学問ってすごくなんか歪んでるんですよね。それが関川さんのご専門の戦争論 とか戦略論になると、もっととんでもない歪んでいっちゃって、そこの基礎がないまま、応用編の例えば尖閣防衛とかね。 台湾防衛とか、この話してもまず基本がないと。そうはい。いうことなので、今日はそういうことからお話を聞いていきたいと。はい。私もで、ムビアさんもぜひいろんな質問してください。はい。私もあの、昔よく、尖閣使ってないからいらないじゃないとか言われると、そうなのかな。今はとんでもないって言いますよ。でも、そうかななんて、前すごく揺らいでいましたから。 根本的なところをお伝したい、ねそうそう。それで、さて、まずね、ここから話を聞いていきたいんです。うんはい、まず、日本のは軍隊はないということになっていて、自衛隊っていうものがあると。はい、で、それが陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊と。はい、まあ、三つあるわけですけど、それぞれ一体何を担っているのかっていうところからまず聞いていきたいんですね。まず、一番最初、はい、人数、ちょっとあの、表があると思うんですけど、これ防衛省職員の表かな。はい、その次に、あの、自衛隊のね、 表がある。陸上自衛隊出てきました。15万人。はい。海上が4万。はい。え航空が4万。はい。まあ一番多い、じゃあ陸上からいきましょう。陸上自衛隊って何するあの、これはあの、ま、自衛隊っていうのはご承知の通り、憲法9条のもとで、はい。戦力ではないと、戦力に至らない防衛組織なので合憲だという、はい。こういうことで出発してるもんですから、はい。普通の軍隊のように、はい。えいろんなことができない、 で、そうやって、あの、したって、もう、基本的に防衛オンリーという考え方で、はい、この憲法9条の解釈をくぐり抜けたもんですから、はい、陸上自衛隊は基本的に、の冷戦中であれば、ソ連が脅威だったんで、はいまあ、典型的なシナリオとして北海道に攻めてきますねと、はいで、それをまあ陸上で、 食い止めると。そして、まあ、あと、アメリカが、駆けつけてくれて、やっつけてやると。まあ、こういうような感なんです。で、そうやって、主として、陸上を、を、戦闘主体にしているということですね。だから、陸上自衛隊が、戦前のように、例えば、あの、満州に、昔の陸軍は関東軍という部隊を置いてたんだけど、こういうことは基本的にないなです。で、すべから日本国土で守るということなんですね。なるほど。えっと、じゃあ、まず、北海道っていうイメージがあったと。まあ、でもそれはちょっと、 まあ、可能性は低くなってきたよねっていう考え方ですよね。じゃあ、今度、ぐーっと南の方に来てですよ。今、沖縄の先の南西諸島っていうところが台湾との関係で注目を集めてます。で、そこにえっとミサイルの部隊を置きつつあるんですか、今。 あそこはどこが守ってんですか、うん、あの、従って今戦略環境は冷戦中からガラッと変わりまして、まあ皆さんお感じにごとくですね、はい、中国が非常に大きな脅威になってきたんですね。えー、そうなると、やっぱ東シナ海をめぐる攻防が、はいはい、まあ、 あの日本と中国との、まあ、ホットスポットということで、はい、今なりつつあるわけですね。はい、で、そこで、えー、例えばあの離島防衛という意味で、はい、ここもですから、あのえー、5、6年前になると思いますが、水陸機動団といって、 で、これ冷戦中にはなかったんですけども、はい、この、えー、離島を奪取する、取り返す、はい、あるいは防衛するための部隊を陸上自衛隊が作りました。はい、で、また、あの、奄美大島、宮古、それからあの石垣なんですけども、はい、まだ石垣はまだ作ってませんが、はい、あの、これらに、あの、 陸上から船を攻撃するミサイル部隊を置くようにしてます。はい、で、これの運用するのも、はい、陸上自衛隊です。陸上自衛隊。そうです。まあ、アマはもちろん日本の本土なんで。はいはいはい こう日本の領土の。ですね。これを防衛するのが陸上自衛隊、はい、そうです。そうです。まあそういうわけです。簡単に言えば昔の陸軍のように中国大軍に出ていく、あれこそういうことではなくて、あくまでも日本国土において、はいえー、防衛作戦をするということですね。それが陸上自衛隊、はい、そうです。まあじゃ海上行きましょう。海上、えー、自衛隊も従いましてですね、はい、あの、その憲法九条のことから走ってますから、はい、基本的に防衛作戦を主体にした、はい、あのー、 あの戦略思想になってるんですね。はい、で、したがって、海上自衛隊は主としてですね、潜水艦をやっつける。はい、これはの対戦線と言いますけども、はい、あの日本はやっぱりは戦前の,あの教訓からですね、また日本の,その地政学的な特徴からやっぱ、あの海上交通路、シーレン、 例えば、原油簡単に言えば中東からこう、はい、ずっと来てるわけですよ。これは C 連。はいはい、これを守らないと日本は生きていけないね、という、はい、やっぱり反省に立って、はいで、これに対する最大の脅威は何かとなったときに、はい、これはやっぱり、えー、潜水艦だね、と。はい、なので、海上自衛隊は発足当初から、はい、この潜水艦をやっつける対戦線というオペレーションに非常な資源を投入をしてやってきたんですね。はい、でこれは あのー、まあ、政治的にも純粋な防衛作戦だねと。いわゆるシーデン防衛です。はい、なるほど、うん。ということです。うん、で、もう一つ大きな柱がですね。はい。これあの、戦後ですね。い。あのー、いっぱい、あの、日本周辺にあの爆,破爆弾、いわゆる嫌、はい。海の嫌いが、あの、あのー、たくさんあったわけですよ。はい。で、これをお掃除しないことには、はい。要するに港が使えないので、はい。はい、日本経済の復興が成り立たないと。うん。 したって戦後です。もうすぐからですね。はい、あの、この、これは総会といいますか。海のお掃除。これをずっと日本やあのやってきたんですね。はい、で、これ、で、これでですね、まあ、あんまり皆さんご存知ないんですが、79名の殉職者まで出してるんですよ。はい。嫌いの総会で。そうです。はい、で、これはもう終戦調後から始まって約10年ぐらいかけてやってるんですよね。はい、で、79名の殉職者。はい、で、これ毎年、 コトヒラコンピラさんに、はい、あの、異、えー、があるんですけど、はい、ここで慰霊祭を今やってるんですけどね。はい、毎年、海上自衛隊主催にして。はい、で、従って、これが、やっぱり海上自衛隊して受け継いできてますから、はい、この、機雷を掃海するという技術も、まあ、世界一流です。なるほど。で、これが役に立ったのが、1991年の、うん、まあ、海上自衛,自衛隊として初の海外派兵、派遣と言われた、うん、あの、ペルシャワンの掃海部隊派遣ですね。うんうん、で、あいはまあ、 あの、日本の得意とするところをまあ発揮したということですね。うん、なるほど。だから、あのーこ、ここを拠点にして、うん、この原点として海上自衛隊は発展してきたと。うん、それが今、まあ、イージス艦であるとか、ミサイル防衛であるとか、うん、まあ、そういった種々の機能が付加されてきたというそと。ってまあ。 あの、メインは基本的には、あの、シーレン防衛です。シーレン防衛。プラス、嫌いの総会。そうですね。ということね。で、最後、航空自衛隊。これは何のやつこれはですね、航空自衛隊を称して、防空自衛隊という言い方。要はですね、普通の空軍であれば、爆撃機とか、そういうのを持って、例えば、ベトナム戦争を思い出していただければ、米軍は北爆、北爆、やりましたね。基本的には、今の湾岸戦争でもそうですし、イラク戦争もそうです アフガニスタンもそうですけども、やっぱあの攻撃、爆撃をやるわけですね、はいはい、だ空軍の大きなあの威力なんですね、はい、ところが日本の場合、これもやっぱり九条のもとに航空自衛隊も発展してきましたので、はい、基本的には防空をやる自衛隊なんです、はい、日本の領空を守る。 だから典型的なのが、向かう、あの、うん、例えば中国あるいはロシアから戦闘機が来て、うん、いわゆる防空識別圏ってありますよね。はいはい、あそこへ接近したら領空に入れないように、スクランブってやりますね。はい、で、はい、で、追い、おい、あの、入、はい、るの入るんってやつね。はい、で、これは、ま、 基本的にこういうことなんです航空自衛隊は。なるほど。あの、爆撃ということはやらず、防空、だから、あの、防空自衛、防空をやる。なるほど。というのう本来であれば、爆撃って、普通の空軍のすごく大きな任務ですよ。普通の空軍はそうですが、今、球場のもとで誕生した自衛隊というのは、そういう性格になっているということです。なるほど。で、これで3通り聞いてきましたけど、さらにですね、 えー、まあ、いろんな報道なんか見てますとですね、うん、最近はサイバー攻撃とかね、宇宙、うんうう、宇宙から、うん、指令出して攻撃するとか、うんまあ、こういうことがさがに言われるようになってますけれども、このサイバーとか宇宙とか、そういう部分についてはどういうふうに考えてるんですかね。うんはい、えー、っとです、ね、あの、戦前のですね、軍隊、日本軍。<laughs> ええ、これは空軍なかったんですよ。はい。だから、ああよく、あ帝国陸海軍って言い方すると思うんですが、はい。陸軍と海軍しかなかったんですね。はい、で、この、それぞれが航空隊を持ってたんですはい。で、それを戦後自衛隊発足するときに、はい。えー、陸上自衛隊、海上自衛隊、そして、はい、あの、 空軍という航空というものを独立した職種あの職あの職種として作って陸海空になったんですね。これが一般的な各国軍隊のまああの何ていうか整理の仕方だったので日本もそれに合わせたんです。ところが今やあのそのサイバーとかですねそういう話になってきて本当にこの陸海空だけの切り分けでいいのかということ今なってきてるんですよ。したがってアメリカなんかは え、もともとあの、ま、後で話出るかもしれませんが、この陸海空に海兵隊という独立した職種があったんですね。で、今もありますがで、これに今度は宇宙軍というのを作ってるんですよ、アメリカは。で、こういう具合に、あの、この陸海空で割り切れない部分が出てきたので、そういうのを作ってるんですね。で、中国も、もちろん陸海空軍あるんですが、あの、そこの後に戦略支援軍というのを作って、 どうも、ここがですね、宇宙とかサイバーとかをやる、軍師、うんうん、として作ってるんですね。うん、で、まだ日本の場合は、うん、このサイバーとか、あのー、宇宙,宇宙とかいうことに目を向け出したんですが、うん、じゃあ 宇宙陸海空自衛隊から宇宙自衛隊地のを作ってるのかなると、そ,うん、それはまだ作っていないんですよ。うん、それは航空自衛隊の一部門として、うん、あの部署として宇宙の扱う部署を今作ってるレベルなんですね。サイバー自衛隊とか宇宙自衛隊とか、うん、まあそういうのも将来は必要に、うん、あの、今ですね、ですからまだあの自衛隊としてその機能に目を向けた、まあだ、まあ、遅ればせだからですけども、うん、まあ目を向け出したところで、今この機能の充実を、うん 測かってますから、これがやっぱりある程度のレベルまで来たときに別の、あの、この陸海空に並ぶですね、部隊として、自衛隊として作るということはあり得ると思います。なるほど。今はまだそのレベルゃない行ってない。さて、その上で、だんだん角度に入っていきたいんですけど、あの、河野さんのご出身でもある海上自衛隊といえばですね、すぐ思い浮かぶのが、空母とか、潜水艦とか、 駆逐艦とか、うんうん、まあこういうものですけど、まず一つ目、うん、空母っていうのはうん、うん、そもそもどういう役割するんですか、うん、あのですね、空そ、あの戦前ですね、あの日本海海戦って皆さんご存知だと思いますが、<laughs> ええ、あのように、あの船同士が大砲をぶっ放して、それで勝利を収めると。ええはい、で、これで日本があの非常に勝利を収めたもんですから、うん、決定的に日本海海戦で。はい。それやって旧海軍、これアメリカもそうなんですけどもね。はい。 あの対艦巨峰主義というのが主流だったんですよ。いや、でっかい戦艦みたいな、はい、あの、ヤマトみたいな船を作り、はい、でっかい大砲を備えて、はい、それで相手の船を沈めると。はい、で、こういうのが主流だったわけですよ。はい、あの、海軍戦略としては。はい アメリカも例外じゃないんですね、はい、でこれをですね、あのー、打ち破ったのが、ぶち壊したのが、はい、日本の真珠湾攻撃なんですよ。はい、で、ここにどういうことをやったかっこれは大和十六大将の発想になるわけですけども、飛行機で、うん、とにかく戦艦なんかを沈められないかということで、うんはい、で、それで空,空母に、空母はだから動く飛行場ですから、うん、これにいっぱい戦闘機ない爆撃機を乗せて、うん、そして、 真珠湾の近くまで船で空母で行って、そしてやったら見事大成功をされたんですね。それでアメリカもびっくり行うこれから飛行機の時代だということになって、空母が主流ということになったわけです。やっぱり戦艦船同士ではなくて、飛行機でやっぱ船を沈めるのが効果的だということ。やって空母がですね、非常に主流になったんですね。今でも。なるほど。で、それでただ、今ミサイルとかいろんなのが出てきますよね。で、空母ってあんなでかい船ですから、だから非常にターゲットにもなりやすい。一発やられたらもう 飛行機もろともおじゃんですから、うん、でそれに対して、空母って本当に必要かという、確かに議論は出てるんですけども、うん、ただ、今のところですね、うん、やっぱあのあの、なんて言いますか、昔から訪韓外交という言い方があると思うんですよ。うんうん、で海軍が陸海空,陸空軍と違うあの大きな特徴が、この訪韓外交で示されてるように、うん、平時からですね、うん、相手の国に対してその威嚇をするというか、うん、その 国の威厳を示すというかですね、うん、そういう効果を持ってる舞台。うん、なぜならばあの、海はみんなのもんだから、うん、どこでも移動できるわけですよ、はいはい、こうやって。はいはい、なので、この一つの,そのパワーの象徴という意味はあるんですよね、空母というのはあるんです。で、もう一つはやっぱりあの、どこにでも行って、そして近くまで、あのえーあの まあ、戦争する相手の近くまで行って、そしてそこから飛行機を飛び出さすことができますから、非常に強い、あの、攻撃力を示すことができるんですね。あの、遠くで島から飛行機飛んでいきませんからね。それを飛行機をともっていくわけですから。ですから、まだ、あの、空母の役割というのはまだ消滅はしていない。なるほど。ここの議論は私、すごい実は重要だと思ってるんです。これ、高橋さん、財務省ご出身だからよくお分かりだと思うけど、 かつて戦艦ヤマト、うん、今出た戦艦ヤマト作った時に、こんな予算を認めたのは、 三大馬鹿査定の一つだと。戦艦山と建造を認めたこと自体がおかしいと。<laughs> ええええ、時代遅れだろうと。ええ、議論があ今あるわけですよあ。あります、あります。それに来ると同じでね、空母なんてもう時代遅れじゃないのと。うん、高橋さん、そういう議論ってあり得るよね。あの、戦艦山との時は三大馬鹿査定ってんで一個出てたら間違いないですね。だよね。うん、<laughs> あの、その後に、伊勢湾監督なんだよね。伊勢湾監督っていうのは、うん、あの、 先に堤防作っちゃって、うん、<laughs> 後で監督したってわけ <laughs> だったから。で、3番目がね、実は青函トンネルだったね。青函トンネル。ネルは私はそんな馬鹿と思わなかったけど、うん、でもみんなが、ね、今、空母で、うん、あのた、ただね、先ほどね、あの、川野さんの話聞いてて思ったのは、うん、防衛っていうのをすごく狭く考えて、私なんかアメリカでね、うん、抑止力とか、うん、あの、自衛力っていうのを勉強したんだけど、うんうん、普通の考えっていうのは、要するに防衛って、 っていうのは、その時に対抗するっていう意味だったら、そうじゃなくて、もうちょっと前後にやって、うん、事前の話、事後の話を全部含めて言うんですよ。うん、だから、そういうふうに考えると、あの、事前の話っていうのは実は先制攻撃なんだけどね。うん、なんか察知して。うん、それとあと事後、大量報復なんですよね。うん、ここまで全部一緒になって、うん、一つの、 流れで考えるんだけど、一、うん、個だけ取ったら、これすごく弱いなって、正直と思いましたけどね。うん、どだからそういうことを考えると、その空母っていうのだけで捉えるんじゃなくて、この流れの中でね、うん、<laughs> や,んやんないと、うん、私、少なくともアメリカの感覚の,の防衛的議論には実はならないなって正直と思ったんですけど。 あの、石灰山と、あの、まあ、三代。<laughs> バサン <laughs> でですね、これは、あの、はい、やっぱり、だから、まだ、だから時代に乗り遅れたっていうことなんですね。だから今、<う>日本海海戦の夢を引きずってて、やっぱ大きな戦火、大きな大砲、これが絶対必要だということで、はい、ずっと作ってきたわけですね。はい、で、これ、船っていうのはですね、あの、予算を獲得した、今の日本自衛隊の船もそうですけど、だいぶ5、うん、6年はかかるわけです、完成までにね。はいはい、なので、あの、先手先手で考えていかないといかんわけですが、うん、もう、あの、何ですか、 自分、自ら日本海軍が、戦艦の時代は終わって、空母の時代になったということを、新湾攻撃で証明したにもかかわらず、あの、この大和が出てきたのは、新湾攻撃が成功した直後なんですよ。はいはい。だから、もうその時点で乗り遅れたんだけど、でももうその前に計画が走っちゃってたから。走っちゃってだから。 ここで切り替えがきかんかったっていうことなんですね。で、今、現時点において、あの、ヤマトのような戦艦は世界各国も持っている。ない。はい、<laughs> 今だからまあ、空母が、まだ、あの、まだ威力はあると。ただし、これもですね、うん、今後あの、サイバーとか宇宙とか何とかなんとかになってきたら、空母っていうのは格好のターゲットになって、まずいなという話になってくる可能性はもちろん。なるほど。さっきのその見極めですよね。なるほど。さっきの高橋さんの事前事故って話はとっても興味深いんだけど、うん、そこは後でゆっくり聞くとして、その前に空母って話が出たから、ちょっと空母の話 日本では、ですねちょっと写真があると思うんだけど、出雲、はい、この話もちょっとしておきたいんですね、これ、今出てきました、この出雲、これは、まあ、パッと見、どう見てもこれは空母だよね、<laughs> はいはい、でも、これ、ヘリコプター搭載護衛艦ってこう書いてあるんですよね、これ、護衛艦なる概念って、これ、なんですか憲法9条の下で、自衛隊は戦力ではないという解釈で、 来ちゃったんですよ。うんはい、で、これをですね、あの、ちょっと、ちょっと専門的な配信になっちゃうんですけど、はい、あの、足田修正っていうのがあったんですね。はいはい、で、あの、第2項に全項の目的を達成するため。 あの、これは新中軍が見ても、あ、うん、全校の目的を達成するためには軍隊を持てないけど、それ以外だって持てるなと解釈できると、自撃中も思っちゃったんですね。うん、だから、その足田修正で、うん、で、これを活かして、ちゃんと軍隊を持ちましょうという解釈にしとけば、うん、あの、間違いはなかったんですが、うん、ここを足田修正では取らずに、戦力でない、自衛隊は戦力に至らない、あの、組織だということにしちゃったもんですから、あの、要するに軍隊、 軍隊らしきもの軍隊とはもう極力差別化をしたんですよ。うんうん、はい。これ、これは国会対策もあると思うんですよ。はい、例えば、今は、なるほど、戦車と言ってるんですが、はい、昔は特車と言っとったわけです。ほう、はい。戦車と言ったら、はい、戦う軍隊になっちゃう。 海上自衛隊の場合も、本来は戦艦、巡洋艦、駆逐艦というのが、こう、とうとうとしてあるわけなんですけど、うん、軍隊の海軍においては。うん、で、これはまずいね、と。う従、ん、って、護衛艦に、護衛にしとけば守りっていうニュアンスが出ますよね。だから全部護衛艦にしろっていう話で全部今護衛艦になってる。なるほど。さすがにですね、うん、潜水艦だけは護衛艦というわけでは潜ってるから。なるほど。これはやっぱ潜水艦と言わざるへんない。なるほど。ういうことそれでこの出雲ですけどね、これの話で、へえと思ったのは、これを今度ヘリコプ コプター搭載なのに、えー、これを改装して F35B という戦闘機をこれに離発着できるようにしましょうという話に今なりつつある。さてその時に この船は海上自衛隊だよねと。うんうん、でも戦闘機は、これ航空自衛隊なんじゃないんですか航空自衛隊です。で、あの、今この出雲の話出ましたが、はい、全く同じタイプの船として、加賀っていうのもおっしゃる、はい。この出雲加賀の2隻をいわゆる空母化することになっており。ますそれで、今、あの、海上自衛隊の OB の方々の中にはですね、はい いや、もう、それ、戦闘機、F35B も海上自衛隊に所属にすべきだという強く主張される方もおられます。で、アメリカ海軍の空母、あるいは日本、旧日本海軍の空母も、飛行機の飛行隊は全部それは海軍の所属なんですよね。だから、やっぱりそう、そうすべきだという方も多々おられますが、はい、あの、戦後の海上自衛隊をこの戦闘機について全くタッチせずに来てるわけですよ。はいはい、だから私はもう個人的には、それはもう、うん、もう あの、戦闘機や航空自衛隊がずっとやってきたので、航空自衛隊の所属にして、で、船に乗っかった瞬間に、え、出雲あるいは加賀の艦長の指揮下に入れると。入れると。はい。こういう運用で私はいいんじゃないかと思う。なるほど。で、この加賀出雲は役割は何なんですかこの役割なんですが、これはですね、あの、例えば、え、あの、アメリカのように、先ほど申し上げた通り、空母というのは、もう、これあの、英語で言えばパワープロジェクションっていうんですけ タワーをもう、あの、うん、相手の、あの、領土内に投射をすると。と、はい、で、ガンガン徹底的に戦っている。ね、という、まさに攻撃兵器ですね。はい、でも、この攻撃型空母は、はい あの、憲法上持てないっていうのが、あの、日本の、あの、憲法には書いてないですが、政府解釈でそう定着してるんですよ。なるほど。これ、政府、弁別そうなってるんですね。ただし、護衛空母なら持てるみたいな話になってるわけですよ。で、これはだから攻撃型の空母ではないですね、と。で、これを空母がするの理屈は、あの、例えば、 この日本海とか、特に、特に太平洋あたりを航行するときに、要するに飛行、飛行場がないんですよね。はい。はい、あの、日本の場合。はい。島にあるぐらいで。だから、そこのところの運用の柔軟性を増すために、これは動く飛行場ですから。はい、うん。ですから、あの、あの、 これを持つことによって、<ー>いろんな、あの、防空作戦であるとか航空作戦を柔軟にできますね。あるいはシーレン防衛にも使う。そうです、そうです、<ー>そうです。そういうことですね。なるほど。さて、それで出雲についてお聞きました。もう一つね、これ、船の話で、ここも聞いておかなきゃいけない。潜水艦。はい。潜水艦っていうのは、何のためにあるんですか、うん、これもですね、あの、えっと、潜水艦はですね、あの、えー、 元々の使い方は、はいえー、例えば、あの、ドイツ、戦前のドイツが U ボートってありましたよね。あれってや、よく映画で見られると思うんですが、商船、はい、を攻撃して沈めるんですよ。はいはい、だいわゆるシーレン攻撃をやってるわけですよ。はい 潜水艦はね。とか、アメリカが今持ってる原子力潜水艦なんかは、あの、戦略源泉はもうそれこそ戦略核弾頭ミサイルを持って、なんかあったら海の底から相手にー置するぞという、あの、あれと、あともう一つの、あの、そういうミサイルを積んでいない攻撃型源泉って言うんですが、それは、例えば中国のそういう源泉、あの、戦略ミサイルを積んでる源泉を、 追い回して、何かあった時は、ボスッと後ろから刺す、さすというような使い方をするんですよね。はいはい、日本の船ところが、日本の場合は、さっき段階申し上げますとおりね、憲法9条のもとで潜水艦を作りますから、はい、やっぱシー C ン防衛なんですよ。なるほど。C、はい、ン防衛のために、例えば、その、向こうが日本のシー C ンを攻撃する潜水艦がいますよねと、はい、と。で、それを、まあ、あの、やっつけるとか、それとか、 あの、シーレンを脅かす向こうの軍艦。はい、これをまあ攻撃すると。まあ、こういう、うん、いわゆるシーレン防衛、基本的にシーレン防衛の一環として潜水艦も運用しますっていうのが日本のななるほど。さて、それでいろんなこの装備も、海上自衛隊の装備聞いてきましたけど、うんうん、一番大事なのは何なんですかね潜水艦ですか、ねうん、あの、海上自衛隊のすか あそれはもう、あの、すべからく役割になってますから。どれが一番といことは言えません。それはない。どれが抜けても、やっぱその機能がなくなるわけで。ええええ、例えば、今であればもう、あのさ、先ほど言いましたように、あの、えー、その対潜水艦の作戦においてもですね、ええ、イージス艦というのは、やっぱりその、こういう出雲なんかを護衛するために必要なわけですよね。はい、空からの脅威がありますからね。はい。はいはい、だから、出雲単独で行動なんておそらくできないはずなんですよ。よど。うん、だから、どれを書いても、 ダメ。ダメ。じゃあみんなセットとして、そ<う>このイズモもあり、潜水艦もあり、それからイージス艦もあり、うんうん、これがセットで運用されているとで、ねえー。で、さっき言いましたように、海上自衛隊の場合っては、その潜水艦をやっつける、あるいはお海をお掃除をするっていう機能に特化してずっと成長してきたんですが、うん、もう、あの、今イージス艦もミサイル防衛も持つようになりましたし、うん、で、あとが、まあ、後あの、うん、話出ると思うんですが、はい、もう、やっぱ攻撃力ということもやっぱ必要になってくると私は思うんですよ。はいはい、従って、 このバランスの取れた自衛隊にな,らなる方向に行くべきだというのを思ってますね。なるほどただやっぱり憲法9条あるもんだから、まあ、ある意味ちょっとなんていうか、バランスの変えた兵力整、うん、防衛力制御をしてきたいうです、うん。なるほど。で、一応全然、大体のところはざっと聞きましたけども、はい、そこでちょっと高橋さんがさっき、先ほどちょっと触れた、前段の防衛と後段の防衛っていう話、これ、高橋さん、ちょっとそこのところを解説してくれる あの、そ <laughs> だって、いろいろな軍事技術だけでも、何か来た時に対応っていうのは難しいじゃないですか。だから全部流れの中でしょだから私はアメリカでやった時に、それは必ずシ,シームレスに流れてるって、そういうのは習いましたけどね。うん、だからそれで、で、あの、潜水艦で、あの、先ほど C レーンの話って出てたんですけどね。だから、うん あの、ついても最近あれですよね、これちょっと応用編ですけどね、あの産経新聞にね、巡航ミサイルを積むって話になったでしょ、うん、巡航ミサイル。巡航ミサイル。巡航ミサイルって多分あれ、巨大な発射管から出せるんですよね。うん、それをやるってことは、実は高段の話も考えてるんでしょと。これで日本の技術ですと、それなりにピンポイントでやることは可能ですからね。うん だからそういうところまでだん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 、その、えー、なんか、あの、本当に防衛だけって、競技の防衛で、はっきり言ってミサイルの撃撃だけなんてね、うん、これはありえないでしょと、まずは、うん、私は思ってたんですけどね。だからだん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 その防衛の概念もちょっとずつひどくなっているような気がしてるんですけどね。うん、前段というところで言うとね、うん、私なんか例えば情報収集体制。<laughs> これがすごい大事だなと思うんだけど。どうなんですかあの、ま、情報収集ということで行くとですよ。 あの、ちょっと、国全体としての情報収集もありますよね。自衛隊としての情報収集もあるんですが、はい、あの情報収集という観点からいくと、はい、自衛隊の場合は、はい、あの、敵の、敵かあの,あの、相手の国の、はい、通信を傍受するであるとか、はい あの、コミュニケーションを防止するであっとかっていうことはやってるわけです。あるいは衛星からはどうなんですか衛星も、うん、あの、まあ、これはアメリカの協力を得ないといけませんが、例えば、はい、あのえ、北朝鮮がミサイルを撃つか撃たないかというような時の兆候はやっぱり上から見ないと分からない、はい。上から見ないと、ね、でそれはやっぱりアメリカの協力を得て、はい、それはそういうのはあります。はい やっぱり、その、まあ、選守防衛っていういいい、建前のもとであっても、うんうん、事前に情報収集し、もちろん、ろんあの、察知し、うん、で、その察知して対応を取ると、うん、対応体制を整えるということになりますよね。例えば北朝鮮がミサイルを撃とうとしてるから、我々は待ち構えられるわけですよ、ね。そうですね。だから絶対必要です。ええ、で、ちょっと、あとさっきのちょっと付け加えますとね、ええ。はい。 あの、自衛隊ができたばかりじ、小さい自衛隊の時はまだ、あの、こういう護衛艦とかなんとかでそれで良かったんですけどね。はい。で、こういう、見、うん、ればわかるような空母のような、もう今、日本で護衛艦って称してるわけですよ。これ、どう見ても空母ですよね。で,で、これはね、うん、護衛艦を今までどう訳してかというと、デストロイヤーって訳してるんですよね。はい。で、デストロイヤーっていうのは小さいですね、あの、ね、<laughs> 駆逐艦なんでけど、ね、<laughs> 駆逐艦。がデストロイヤーなんですよ。うん、はいはい。だから、べからく、 これもデストロイヤーと、あめ、には役立たさざるないんですよ。はい、そしたらですね、アメリカ海軍は、やっぱ、椅子から滑り落ちるわけですよね。<laughs> 何言ってんだと。これがデストロイヤーっわけないんだろうと。<laughs> はい、これ明らかにキャリアだと。はい、とかですね、東南アジアの、私なんかまあ、現役時代、東南アジア各国を訪問することあるんですけどね。はい、まあ、格段に海上自衛隊の方がずっと海軍力上ですよ。向こうの。はい ねあの,マアの国、アアの国国うまくいかないようもね。はい。で、ところが、えー、すいません、私どもは海軍ではございませんで、戦力ではございませんと言うでしょ <laughs> はい。はい、そしたらね、俺らは馬鹿にしてんのかってなるわけですよ。もう、したてトを限界に来ちゃってるん,んですよ、日本、ね、ーは,ーはー。こんだけね、あの、ごまかしで、しかしながら、図体だけでかくしていってるんですよ。うん もう、もうそろそろ正直にならないといけない。ということですね。そうですね。なるほど。さて、というわけで今日はもう基礎の基礎のところから聞いてきたんですけど、梅宮さん今までの話聞いてどう思いましたええとですね、あ、だから、どれもこれも大事だっていうのがすごく印象的でした。だから、あの、ど、どれが欠けてもいけないし、今時だから空母って言ったってそれも絶対マストなんだっていう。いっぱいやんなきゃいけないこと、三積ですね。 うん、私はあの、えっと、サイバーとかその、あ、防衛白書、うん、あの、ちょっと見,見ただけでも、聞いたことのない単語というか兵器とかこういっぱい出てくるんですよ。<laughs> うん、そんなにいっぱい対応しきれるのその中国だとかいろんな国がこう研究してるものを日本だって負けないようにしないといけないけどどれぐらい日本は対応できてるのかなとか言っていうの。 ちょっと伺いたいんですけれども。えっとですね。例えば、電磁レールガンとか、まあうん、超音速、滑空兵器とかっていうものっていう。うんうん、例えば、今言われてる、極超音速滑空、滑核兵器、極超音速ミサイルとかありますよね。これでマッハ5以上飛んでくると。はい、だから、今のミサイル防衛体制じゃ非常に難しいんですよね。うん、で、まあ、今日、新聞で出るのはレールガンでやろうという話も出てますし、ですから、ここは、あの、今、あの、 やっぱ防御と攻撃ってこういう,しもう歴史的にシーソーゲームなんですよね。はい、で、必ず攻撃の方が先行するわけですよ。はい、で、それで防御の方が追いつくと、こういう、こうなってきてるんですが、うん、もう防御だけではやっぱり無理だねという状況にもあるんですよね。うんうん、で、したに従って、あの、敵基地攻撃もその延長線上に議論が出てくるわけですよね。なるほ あの、今、ですから、中国の軍拡がですね、まあ、正直に言いまして、30年間で42倍かなんだよ、防衛費ね。はい、で今、日本の4倍から5倍なんですよ。はい、で、今、数もだってもう全然違いますよね、日本、うんうん、ね。だから正面切って日本が、中国を対応するっていうのは非常にまあ厳しいですよ、それは。 したがって日米同盟は絶対に不可欠だっていうことですよね。うん、えっ、ー、と、さて、それで今回はまあいろいろまず自衛隊の話聞いてきましたけど、次回以降は今、ちらっとおっしゃった日米同盟、アメリカとの関係どうするのか、あまあそういうことで、尖閣の例なんかを挙げて、次回以降を聞いていきたいと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。